はい、皆さん、こんにちは。で、不動産鑑定士講座で鑑定理論という科目の講師をしております、不動産鑑定士の川原と言います。では、今回はこのタイトルですね。春から開始、フルコースで令和4年一発合格というテーマでガイダンスをさせていただきます。不動産鑑定士、三大国家資格の一つと言われています。弁護士、公認会計士、不動産鑑定士ということになってきます。ただ、他の2つ比べるとですね、ちょっと一般の人には馴染みが薄い資格になってますので、まずは鑑定士の仕事ですね、不動産鑑定士の業務内容について説明をしていきます。ちょっとパンフレットを使いましてね、説明をさせていただきます。はい、まず大きく鑑定士の仕事はですね、鑑定評価業務というものとコンサルティング業務という形で分かれていきます。で、まずは鑑定評価業務ですね。どういった業務かと言いますと、公平中立な立場から理論に裏付けられた不動産の価格を求める業務を鑑定評価業務と言います。では、不動産の経済価値を判定していくらいくらという金額を出していく、そういった業務が鑑定評価業務ということになってきます。で、この鑑定評価業務なんですが、国から認められた独占業務となっています。鑑定士にだけ許されている業務がこの鑑定評価業務ということになってきます。で、この鑑定評価業務がですね、大きく2つの評価に分けることができまして、依頼主が国とか都道府県等々の公的な機関である場合の公的な評価と、依頼主が個人さんとか企業さん等々のね、民間である場合の評価ですね、大きく公的評価と民間評価に分かれていきます。で、公的評価の代表例が地下工事と呼ばれるものです。地下工事って表現とか、そういったものって聞いたことないでしょうかね。例えば、今年一番高い土地は銀座のどこどこですとか、今年ね、日本で一番土地が値上がってるのはこのエリアですみたいな、そういったニュースとかって聞いたことないでしょうかね。全国2万6000地点について、全国の鑑定士が評価をして、それをね、国土交通省が取りまとめて、毎年1月1日での価格という形で、3月ぐらいに一般の人に公表、向上していく制度が地下工事と呼ばれるものということになっていきます。代表的な公的な評価の一つということになってきます。で、一方、民間評価ですね。例えば、不動産を売買するとき、担保にするとき、相続するとき、あらかじめ不動産の価値ですね、しっかりとした価値を、知っておきたい、参考とするために不動産鑑定士評価を依頼するってこともあったりします。あとは不動産の賃貸の場面ですね、賃料の評価というものを、不動産鑑定士は行っていきます。例えば、不動産の価値が高い時代に高い賃貸借契約を結んでずっとずっと更新できた。で、今度ね、更新時に、借り手がですね、オーナーに、さすがにちょっと今払ってる賃料は周りのね、同じような事務所ビルと比べると、ちょっと高い賃料を払ってるので、減額のね、交渉したい、この賃料を減額する交渉の資料として不動産鑑定士に評価を依頼するね、そういった場面もあったりします。世の中知られていないんですけど、公平中立な立場からの理論的な不動産の価格というのが求められる場面が、公的な場面でも民間の場面でもね、多々あります。で、そんな場面で鑑定士の評価というのが必要される、そういった場面が鑑定評価業務の場面ということになってきます。一方、コンサルティング業務ですね、不動産に関する困りごとを知識ね、資格を生かして解決していく、そういった業務になっています。いくつか例があるんですけど、例えばそうですね、一番下、インバウンド需要拡大に伴うコンサルティングとかですよね。海外の投資家が日本の不動産を購入するときに、語学力を生かしてアドバイスをする、そんな業務をね、行っている鑑定士もね、多くいます。あとは CRE、 もしくは CRE 戦略って言葉聞いたことないでしょうか。コーポレートリアルエステートの略なんですけど、後ろ括弧、企業が所有している不動産の有効活用の提案アドバイスをしていくのが、CRE 戦略の場面ですね。こういったコンサルティング得意にしている鑑定士なんかもね、いたりします。鑑定士のね、仕事のやり方としましては、鑑定士はですね、例えば不動産系で言いますと、司法書士さんとか土地家屋調査士さんとか同じように、独立開業型の資格と言われています。ね、そういった不動産系の資格の中でも、不動産鑑定士は独立開業しやすい資格と言われています。なぜかと言いますと、先ほど説明した通り、鑑定士の業務には公的な評価があるからなんですね。2年間ぐらい実務経験を積んで登録をしていくと、少しずつ公的な評価で、ね、もらえるようになってきます。公的な評価だけで食べていけるってわけじゃないんですけど、年収の下支えになりますので、独立しやすい、その理由がこの公的な評価があるからということになってきます。とともに、鑑定士はですね、
企業内でこうサラリーマンとして鑑定士ですね、仕事をしていくってこともね、全然あります。一般的には、夜鑑定事務所ですよね。鑑定事務所に勤めてサラリーマン鑑定士としてキャリアアップを図っていく、そういった仕事の進め方は一般的なんですけど、そういったね、不動産鑑定事務所のみならず、こういった一般の企業内で、俗にインハウスなんて言ったりするんですけど、一般の企業内で鑑定士として活躍する、そういった場面もあります。例えば一般の不動産会社ですよね。今不動産会社においては、特に大手の不動産会社はこう先ほど説明したこの CRE に特化した部門を立ち上げて、ものすごく営業をかけています。そういった CRE に特化した部門で鑑定士としてこの資格を生かして活躍しているような鑑定士もね、います。あとは金融機関、特に信託銀行さんですかね。信託銀行さんは、内定を出した学生にですね、会社がお金を出して勉強させてですね、で、入社と同時に鑑定士の試験を受けさせて、鑑定士の資格を取らせる、ね、そういったことを行ったりしています。つまり信託銀行の中には多くの鑑定士がですね、在籍活躍しています。あとはそうですね、観光庁ですね、役所です。レックはですね、財務省から委託を受けまして、仕事として鑑定士の資格を取らせる、そういった業務を請け負っています。財務省さん等々は、例えば国有地をですね、民間に売却するときで鑑定士に評価を依頼するって、要するに、評価依頼する立場なんですね、財務省さん。じゃあなぜ評価依頼する財務省内で鑑定士が必要かというと、依頼をして手に入れた評価書が適正かどうかはやっぱり内部でチェックしたいみたいなんですね。なのでやっぱりね、内部に鑑定士を抱えておきたい。なので財務省等々においてもですね、鑑定士がね、求められたりしています。はい、ではこういった鑑定士受かるためには、今度ね、どういった試験制度を突破する必要があるのか、試験の中身について続いて説明をしていきます。はい、ではパンフレットページを進めていきますと、試験制度ですね。まずは一番特徴的なのは、不動産鑑定試験は短答式試験と論文式試験の2段階選抜方式で試験が実施されます。公認会計試験なんかと同じような試験制度ですね。まずは短答式試験で、合格した人が論文式試験で最終合格、そういった流れになっています。まず短答式試験ですね、受験資格は特にありません。誰でもこれを受けることができます。で、ちょっと科目というところを見ていただきたいんですけど、短答式試験は、行政法規という科目と鑑定理論という科目の2科目で試験が実施されます。行政法規、不動産というのはこう勝手気ままに使えるものじゃなくて、さまざまな規制法律があります。建築基準法とか都市計画法とか、そういった法律名って聞いたことないでしょうか。そういった不動産に関する37の法律について学んでいくのが、この行政法規という科目になってきます。もしも宅建試験とか受けられたことがある方はですね、勉強されたことがある方は、宅建試験で学んだことの4割ぐらいが重なってくるような、そういった科目がこの行政法規という科目になってきます。一方、鑑定理論、名前の通り不動産を鑑定評価するときの理論、考え方を学んでいく、これ鑑定士としての専門科目といえる科目がこの鑑定理論という科目になってきます。で、いずれも択一式、マークシート方式で試験が課せられます。で、いつ試験が実施されるかといいますと、短答式試験は例年5月の中旬の日曜日、大体第2日曜日ですね、母の日が試験日となっています。5月の第2日曜日、母の日が短答式試験のね、例年の試験日で、午前中10時から2時間で行政法規を解きまして、1時間半の休憩を挟んで、午後の1時半から3時半、2時間で鑑定理論を解いていく、そういった試験日程になっています。ではどれぐらい点数を取れば短答式試験合格することができるかといいますと、願書ですとおおむね7割が基準と示されています。ただ鑑定試験は相対評価の試験です。問題のレベルが優しければラインも上がっていきますし、難しければ下がっていきます。じゃあ近年はどういった数字ですね、推移するかと言いますと、大体そうですね、近年は合格点は、60%から70%ぐらいですかね。70%以上超えたことはありませんので、どんな問題でも70%、7割取れれば合格することができる、そういった試験が短答式試験です。で、どれぐらいの率で合格しているかというと、2020年度は、合格率がね、約33%ほどですね。3人に1人が合格できる、そういった試験が短答式試験ということになってきます。で、短答式試験合格しますと、論文式試験ということになってきます。で、ちょっと科目というところを見ていただきたいんですけど、
行政法規という科目はこれ単答式試験だけの科目になりまして、論文では出題されません。一方、鑑定理論はこれ専門科目ですので、論文式試験においてもこの鑑定理論という科目は、ね、出題されます。加えて民法、経済学、会計学ですね、文系から理系まで科目数がバリエーションがある、多いのが論文式試験の特徴です。どの学部が有利ですかってたまに質問されるんですけど、こうやってねバリエーションがある科目ですので、一概には言えませんね。法学部ですと民法、商学部ですと会計学、理系の方が有利な経済学等々もありますので、こう文系から理系までさまざまな科目バリエーションがあるのが論文式試験の特徴ということになってきます。で、論文式試験、いつ試験が実施されるかと言いますと、例年8月上旬の土日月の連続する3日間が試験日程となっています。最終日月曜日になってますので、お仕事されている方は、ね、事前にお休みを取っていただく必要があります。これ真夏真っただ中3日間ですね、論文なんで文章をこう書き続けなければなりませんので、なかなか体力的にも大変な試験なのがこの論文式試験ということになってきます。で、こういった形でこう文系から理系までの科目がありますよね。で、中にはこう文系の方で、いやいや経済学ちょっと数学とか必要ならば、ちょっともうさすがに試験とか全然わからなそうってイメージ持ってる方、もしくは例えば会計学、いやもう全然自分簿記とかやったことないので、簿記ね全然3級すら持ってないので、全然会計学なんてね勉強してもわからないんじゃないかってこうね思う方もいらっしゃると思います。確かに経済学、微分は必要になってきます。微分、ただそれ以上の高度な数学不要ですし、微分につきましても講義の中で講師がちゃんと説明しますので、全く微分がわからない状態でも経済学ですね、しっかりと理解することができます。せいぜい微分程度です。で、微分がわからなくても講義の中でしっかり説明していきます。会計学、簿記3級があれば、ベターぐらいです。なくても全然問題ありません。簿記に関する知識も講義の中で講師がしっかりと指摘をしていきます。つまりどの科目も全くね初心者ゼロベースでしっかりと講義さえ受けていただければ十分に、理解ができる、合格点が取れる、そういった講義をですね、行っていきます。なので、ぜひいや自分文系だから経済学も無理だからとか、そういったことを思わずにですね、こうチャレンジしてほしい、そういった試験ということになってきます。結局どの科目も内容的には、入門レベルの内容です。例えば民法ですと司法試験の入門レベル、経済学ですと国家公務員試験の経済学の入門レベル、会計学ですと公認会計試験の入門レベルです、内容は。ただポイントは、論文で文章を書かなければならないのと、4科目同時にこれ勉強していかなきゃならないというのが論文式試験の難しさです。つまり鑑定試験は大半の方がね働きながら勉強しています。つまり働きながらかつですね、4科目バランスよく勉強していかなきゃならない、要はスケジュール管理能力みたいなものが試されているのが鑑定試験の難しさです。内容の難しさというよりも、仕事だったり学業とのバランスを取りながら、しかも4科目バランスよくね学習をしていく、そういったね、管理能力みたいなものが試されているのが鑑定試験のあれも難しさですね。そういった特徴ということになってきます。鑑定試験、やっぱ相対評価、論文試験も相対評価です。なのでポイントは、基本的には得意科目は不要です。要は苦手科目が1科目でもありますと相対評価なので、ね、なかなか合格すること厳しいので、とにかくバランスよくね底上げをして苦手科目をなくしていけば、要はね他の受験生と差がつかない普通の答案を全科目揃えられれば合格することができます。得意科目はいりません。とにかく苦手な科目をなくして平均的な普通の答案を全科目揃えられれば十分に合格することができます。なので、とにかくねバランスよくです。これが論文式試験合格するためのポイントということになってきます。特にこの鑑定理論ですよね。鑑定理論の科目はこの単答式試験と論文式試験、いずれでも出される共通科目です。しかも論文式試験においては、この鑑定理論は他の科目の倍のね問題、要するに配点がね倍になっています。つまり単答においても論文においても鑑定理論は配点の半分を占めています。なので、特に鑑定理論については苦手としているとなかなかね、合格することは厳しいものになってきますので、特に鑑定理論についてはこうしっかりと勉強して苦手意識をなくすですね、そういった学習というのが、論文式試験合格においても重要ということになってきます。では、どれぐらいの率で合格しているかと言いますと、これ2019年度のデータになってくるんですけど、合格率は
まあ、15%ほどですかね。要は7人に1人、まあ、しか合格できないと言っていいと思います。この7人というのは単等式試験合格した人7人のうちの1人ですね。正直論文式試験はね、それなり難しい、やっぱり難易度の高い試験ということになってきます。はい、あと鑑定試験の特徴としましては、ポイントが2つほどありまして、まずはポイント1、単等式試験合格者は翌年翌々年2年間単等式試験が免除になる。一度単等式試験に合格しますと、論文試験が最大3回受験できる、まあ、単等免除制度、言い方変えるとね、三進制度、そういった制度になっています。例のところを見ていただきますと、例えば皆さん鑑定士興味持っていただきまして、勉強を始めました。で、見事2022年度単等式試験合格することができました。で、その年論文はね、記念受験で残念ながら不合格だったんですけど、翌年2023年度は単等免除で論文から受けることができます。仮に論文不合格だったとしても、2024年度も単等免除で、ね、論文を受けることができる。これ受け控えとかできませんので、受かった年も含めて3年間論文を受けるチャンスが与えられる、そういった制度になっています。続いてポイントの2ですね。毎年短期合格者が少しずつ増えている傾向が認められます。学生との若年層の方や不動産分野での職務経験ない方にも積極的にチャレンジしてもらうために、短期合格可能になるように2016年度に試験モードの見直しが実施されています。今鑑定業界って、ね、ものすごく人手不足なんですね。人手不足です。しかも高齢化しています。人手不足でしても高齢化で、先ほどの公的な仕事ですよね。定年が一応70歳です。で、今ね、多くの鑑定士がですね、結構高齢化していて、こう定年を迎えてしまうと、一気に鑑定士の人数が少なくなってしまって、こう先ほどの公的な仕事がね、成り立たなくなると言われています。なので、国土交通省、あと不動産鑑定士協会ですね、危機感を持ってまして、で、いろんな方にチャレンジしてもらうためにですね、試験問題の見直しを行っています。要はこれ受かりやすくなっています。それまでですと知識量重視でベテランが有利な試験だったんですけど、基礎を重視した初学者でも短期で受かることができるような、そういった問題だったり採点に変えています。なので、本当に5、6年前までですと単等論文一発で受からない方はね、ほとんどいなかったんですけど、ここ数年本当に単等論文一発で合格する方増えてきています。なので今ね、受かりやすくなっています。はい、ではどれぐらい勉強すれば合格することができるのか、一応目安を説明しますと、まず単等式試験合格するためには、これ講義の時間も含めてなんですけど、大体500時間ぐらい勉強時間を確保していただければ単等式試験合格することができると言われています。これ講義の時間も含めてです。一方、論文式試験、まあ、科目数も増えて論文文章を書く訓練もしなければなりませんので、こう最低でも2000時間ぐらいの学習時間は必要と言われています。つまり、最終合格するためにはトータルで、まあ、2500時間ぐらいの勉強時間が、まあ、平均的には必要と言われています。では踏まえて、鑑定試験合格するためにはですね、じゃあレックとして提供しているのはね、どういったコースがあるのかってことです。まずは先ほど説明した通り、単等免除制度がありますので、この免除制度をうまく使いまして、まずはこう段階を経てですよね、1年目単等で免除制度を使って論文に集中して2年目という形でこうね、段階を経てですね、こう2年計画的に勉強を進めたいという方もいらっしゃると思います。つまり1年目はまずは単等だけということですね。そういったコースがあります。まずは単等だけのコースですね。そちらが22ページにありますね。こちらですね、2020単等合格コース全50回のコースです。これ2022年度、令和4年度に単等合格だけを目指すコースということになっていきます。このコースの中には、テキストから過去問からすべて入っています。このコースさえ取っていただければ余計なものね、買う必要ありません。で、これ単々とね、講義紹介していただければ十分に単等合格できる力身についていきます。で、見事担当に受かっていただいた後には、当然論文だけの2023年の向けの論文だけのコースもちゃんと準備していますので、で、こちらを次に取っていただきたい、そういった流れです。で、まずは1年目は担当だけのコースということになってきます。なんですけど、今今回ですね、説明するのは、こう春から開始をする方を対象にして、私今ね、ガイダンスしゃべっています。春からですよね。つまり、来年の本試験までに、こう大体1年ぐらい、5月ね、5月が単等式試験ですので、1年ぐらいまだ期間がありますよね。で、単等式試験合格するためには、講義の時間も含めて大体こう500時間ぐらい勉強時間必要だ、先ほど説明しましたね。で、それを仮に
じゃあ1年365日で割りますと、1日あたりの勉強時間ってどれぐらいになると思いますかね。だいたい1.3時間ぐらいですよね。つまりこれ週末多くやっていただければ、平日は勉強しなくても十分にこれ担当合格するための、ね、勉強時間を、ね、クリアすることができます。つまり春から担当だけにしてしまうというのは、正直余裕がありすぎてもったいないということです。春からであるならば、やはりね、論文を見据えた学習を進めてほしい、そういったコースを選んでほしいということになってきます。当然そういったコースがありまして、それがじゃあね、20ページにありますね。こちらですね。2022担当論文基礎コース全122回のコースということになってきます。これ2022年の担当合格を軸に置きながら、論文合格のための基礎力を養成する、そういったね、論文を見据えたコースになっています。構成としましてはね、ブルーのところ、担当のコースですね。まあ、担当のコースをメインにしつつ、でこの赤いところが論文のコースね。論文についても、全論文についても知識をインプットしていく、ね、この基礎記の講座をつけたコースです。論文についてはね、知識をインプットしていくですね、この基礎記の知識をインプットしていく部分が含まれてる、ついているコースがこの担当論文基礎コースです。で実際にね、答案書いていくですね、実際問題を解いていくですね、アウトプット部分はですね、このコースにはついていません。なので、自分のこの学習進度に応じて、こうアウトプット部分をね、自分で追加的に取っていく、そういった必要があるコースということになってきます。要はこのコースは2年目、2023年度、令和5年度の論文式試験合格するためには、比較的余裕のある1年目から論文の勉強をですね、前倒しで行っておく必要があるんだ、そういった趣旨のコースです。やっぱりこう2年計画なんですけど、2年目の論文の合格可能性を高めるためには、なるべく早い段階から論文の勉強をした方がいいので、比較的余裕のある1年目から論文の勉強を進めていこうという、そういった趣旨のものがこの2022担当論文基礎コースということになってきます。ただ、やっぱり今回のタイトルですよね。春から始める方を対象にしています。春からであるならばですね、これ働きながらであったとしても、フルコースで2023年度じゃなくて2022年度、つまり令和4年度に担当論文を一気に合格することも決して不可能ではありません。春からならばです。そういったね、もうね、2022年度に一気に受かってしまおうというコース、このフルコースというものもね、ちゃんとあります。でそちらが18ページ、19ページ、見開きにあるこちらですね。2022年度にですね、一気に最終合格を目指す2022担当論文フルコースですね、全166回のコースということになってきます。担当のコースと同時に、論文のコースについても知識をインプットしていく論文基礎記の部分のみならず、実際に問題を解いていくね、このアウトプットをしていく論文完成期もついたフルパッケージのコースがこの担当論文フルコースということになってきます。でこの一気に合格を目指すフルコース、メリットとしましては、まずはモチベーションの維持がしやすいということで、つまり2年計画ですと勉強時間が2年間になるわけですね。2年間が結構長いです。なのでこうモチベーション維持するのが結構大変になってきます。モチベーション維持という意味ではやっぱり勉強時間短い方が当たり前ですけどね、維持ができます、しやすいです、集中もできるということですね。そういった意味ですと、1年間でギュッと一気にやっていく方がモチベーション維持という意味ではですね、こうやりやすい、勉強しやすい、そういったコースになってきます。あとはですね、そうですね、先ほど鑑定理論というのは担当論文共通の科目と説明しましたね。担当論文共通の科目なので、学ぶべき知識は実は共通なんですね。担当と論文で鑑定理論については学ぶべき知識が共通で、ただそれをね、マークシートでマークをするのか、論文で書くのか、アウトプットが違うだけで、鑑定理論、担当論文で学ぶべき知識は共通です。テキストも共通のテキストです。なので、これ、同時に勉強した方が効率的に学習することができます。学習時間をですね、圧縮することができるので、勉強時間、トータルの勉強時間ですね、少なくすることができます。先ほど平均的にはね、トータルで2500時間と言いましたが、これ、ね、
担当論文同時に勉強することによって鑑定理論の勉強がね、効率化が図れるので、2000時間、人によっては1500時間ぐらいで最終合格できている方もいらっしゃいます。同時に勉強する方が鑑定理論についてはですね、効率的に学習することができる。鑑定理論は論文の勉強をすればするほど、担当のね、点数も上がっていきますので、担当の可能性、合格可能性も高まっていきます。これ同時に勉強した方が合格可能性という意味でも、勉強時間の効率化という意味でもやっぱりメリットがあります。なので、働きながらであったとしてもですね、春からであるならば十分フルコースで令和4年度2022年度一発合格目指すことはね、十分可能性はあります。さらにはおすすめなのはですね、このフルコースですよね。学生の方でこうですね、比較的やっぱりね、勉強時間確保しやすいと思いますので、学生の方でしたらばやっぱおすすめです、フルコース。あとは公認会計試験とか弁護士とかですね、司法試験とか合格された方ですね、論文科目の一部がですね、免除される制度になっています。公認会計試験合格者、司法試験合格者については論文科目の一部が免除される、そういったね、科目免除が受けられる方もこのフルコースですね、おすすめのコースということになっていきます。ちなみに学生の方でしたらば、フルコースだけなんですけど、40%割引になる学割がね、フルコースにはね、ちゃんと設定されています。先ほど、人手不足で学生等々の方にチャレンジしてもらうためにね、国交省が試験制度を見直してますので、そういった制度をね、変更を踏まえて、レクとしましても、フルコースについては学生の方にぜひ受けていただきたいということで、40%割引になるですね、学割を設定しています。さらに科目免除の方ですね、27ページに説明があるんですけど、司法試験に合格された方は民法が科目免除になりますし、公認会計試験合格された方は会計学と、あとは合格した科目についてですね、試験について、合格試験において受験した科目がですね、免除になります。で、これもやっぱフルコースだけの割引なんですけど、科目の免除数に応じて、1科目免除、2科目免除、さらに3科目も免除される方もいらっしゃいます。免除科目数に応じて、ちゃんとね、割引になるような金額で設定されています。5、6年ぐらい前ですかね。弁護士の方で、しかも公認会計士の方ね、両方受かっていて、で最後三大国家資格コンプリートという形で、不動産鑑定士ね、受験されまして、3科目免除、3科目免除ですね。で見事その方で一発で受かりました。なので、科目免除のある方はですね、やっぱりね、短期でフルコースで受かりやすいので、この割引制度なんかうまく使っていただきまして、ぜひですね、フルコースでね、合格していただきたいということになってきます。で、今度は受講の、ね、仕方、受講形態なんですけど、要は学校に通学をして勉強するパターンと、自宅でですね、通信で勉強するパターンですね。一応ね、受講形態で通学と通信ですね、2通りあります。で、通学については、32ページですね、通学スケジュールが示されてまして、こちらですね、ブルーの方がね、担当のコースで、赤い方がね、論文のコースのスケジュールなんですけど、まずはね、実施される通学があるのは、東京の千代田区にあります、水道橋本校が通学が行われている学校ということになってきます。で、担当のコースですと、春からですと、スタートが、2021の5月の23日からですね。で、担当のコースは毎週日曜日です。午前10時から12時半まで2時間半で1コマ受けて、で1時間の休憩はずなんで、午後の1時半から4時までで2時間半ですね、2コマ目ですね。毎週日曜日2コマずつでずっとね、スケジュールが組まれてる、そういったこれコースの流れになっています。一方、論文コースの方ですと、スタートは2021年7月3日で、論文のコースは毎週土曜日ですね。担当は毎週日曜日、論文は毎週土曜日、同じですね、1日2コマです。毎週土曜日1日2コマずつでずっと続いていくスケジュールになったのが論文コースのスケジュール、これ水道橋本校の通学スケジュールということになっていきます。一方、通信はと言いますと、通信の受け方としましては、2通りですね。DVD で受講するのと、ウェブで受講するの、一応2通りあります。手元にね、講義の映像データを残したいって方はですね、一応 DVD がおすすめなんですけど、
特にね、画像を残さなくてもいいということでしたらば、金額的にもお安くなります。ウェブがおすすめということになってきます。これネット環境さえあればいつでもどこでも受講することができます。スマホでも見ることできますし、あとね、音声についてはですね、ダウンロードすることもできます。で、この通信部分ですね、いつから視聴することができるかと言いますと、配信日程ですね、31ページ。例えば、担当のコースで言いますと、一番初め受けていただきたいのは、ね、これ合格基礎講座の鑑定理論という科目なんですけど、鑑定理論については、2021年度の1月の28日から全20回ですね、視聴することができるようになっています。つまりね、ほとんどの方が、もうね、これ申し込んでいただくと、すぐに鑑定理論全20回ですね、視聴することができます。つまり、通学クラスが5月の下旬でしたよね。通学クラスの4ヶ月前から視聴ができる、そういった配信日程になっているのが通信クラスのスケジュールということになってきます。で、この通信部分のですね、特徴なんですけど、36ページ、この通信講座ですね、あらかじめこう事前に収録をしています。つまり、通学クラスを収録して、で、通学クラスの後に配信するっていうスタイルじゃなくて、これ専用のスタジオでですね、通学クラス生のためにですね、収録を行っています。内容は通学クラス同じなんですけど、事前に専用のスタジオで通信クラス生のためだけに収録を行っています。なので、通学後にですね、通学スク、クラスを収録して、つどつど配信するとか、そういったことにはなっていません。で、このレクの通信講座のメリットとしましては、まずは、1回の講義が4ユニット制で構成されています。つまり、1回の講義ね、2.5時間なんですけど、その2.5時間の1回の講義が、1ユニット大体35分で、かける4ユニットで1回2.5時間の、ね、講義内容になっています。なので、例えばね、通学の場合には、例えば担当ですと、毎週日曜日2コマずつですね、講義時間だけで2コマなので5時間ですよね。で、お昼休み1時間なので6時間で、通学の時間なんかを含めると、大体8時間ぐらい丸々時間確保できないと通学できないってことですね。丸々8時間確保するって結構大変ですよね。一方、通信の場合には35分の4ユニットですよね。なので、例えば1日の中で、例えばちょっと早起きして、1ユニット35分講義を聞いて、で、通勤通学をして、で、早めに帰って残りの3ユニットを見るみたいに、そういったことがね、できやすいところです。つまり、自分の生活スタイルの中に講義の受講をですね、入れ込みやすいのが、レックの通信講座の、ね、特徴ということになっていきます。35分の隙間さえあれば、講義の受講をですね、入れ込むことができる。自分の生活スタイルに講義の受講を入れ込みやすい。そういったスタイルが、レックの通信講座ということになってきます。続いて、メリットとしましては、通信講座は画面上に教材を映しながら講義をしていきます。つまり、通学クラスを収録すると、このようにですね、講師がずっと映ってる状態が通学クラスの収録なんですね。じゃなくて、事前に通信制用にね、収録をしてるので、このようにですね、プレゼンターで教材を映した形で講義を進めていきます。つまり、手元に教材がなくても、例えば電車の中で、スマホの中で講義を見るってことが可能ということです。ずっとね、画面に教材を映してますので、手元に教材がなくても、画面だけで、多分電車の中とか等々で、画面だけで講義を視聴することができるって、そういったメリットがあります。さらには、レックの通信講座は全回数分が一斉に配信視聴できる、そういった視聴ね、スケジュールになっています。なので、仕事の閑散期に一気に学習したい方にですね、これおすすめということになってきます。近年はですね、公認会計試験の合格者の方がね、公認会計士の方がですね、科目免除を生かしてですね、結構鑑定士チャレンジしてる方いっぱいいらっしゃいます。で、公認会計士の方はですね、仕事決算期に合わせて仕事しなきゃならないので、ね、繁忙期と閑散期が激しいんですよね。で、公認会計士の方の閑散期に一気にまとめて勉強したいってことですね。で、そういったことができるのは、レクの通信講座ですとですね、通学クラスを収録して、つどつど配信するということになってらおらずにですね、事前に収録して、一気にですね、全20回ですね、視聴することができますので、自分のね、
換算機ですね、一気に講義を、ね、視聴することができるね、そういったことがしやすいのもレクの通信講座の一応特徴、メリットということになってきます。で、この通信部分はですね、通信部分はフォローという形で通学にもね、ついています。通信部分はですね、フォローという形でウェブか DVD のフォローが通学にもね、ついています。通学も自動的にウェブか DVD ですね、選んでフォローをね、つけるようなスタイルになっています。なので、例えば生クラスのスケジュール、先ほど論文のコースありましたよね。毎週土曜日、論文のスケジュール吹き飛ばし、例えば8月の7日、どうしても家族の用事があって、講義休まなきゃいけない、そういったこともね、あり得ると思います。家族サービス等々で。で、この休んだ場合ですね、レックですと、もう常にですね、生講義前から通信フォローをですね、受講するような形態になってますので、直ちにですね、自分でフォローで講義を受講して、すぐに翌週から追いつくことができる、そういったスタイルになっています。何ですかね、休みやすい、続けやすいというんですかね、生クラスも通学クラスも続けやすい、そういったフォローがついているのがレックのね、この通学クラスの特徴ということになってきます。で、この担当コースも論文コースもですね、まずはこの合格基礎講座、知識をインプットしていく合格基礎講座というものを受講していただきたいんですけど、こちらの合格基礎講座についてはですね、間違って言いたいんですけど、合格基礎講座は、初回講義に無料体験入学ができる制度になっています。やっぱり実際講義を受けてみたいって、そういった需要がありますよね。なので、合格基礎講座各科目の1回目はですね、無料で講義が受講できるような、制度になっています。で、これ特に予約とか必要ありませんので、ぜひこのスケジュール確認いただいて、実際体験したいという方はですね、ぜひ水道橋本舗に来ていただいて、体験してみてください。あと、通信ですとね、通信でも、各回の、ね、講義の1、2回目ぐらいですね、こういった YouTube みたいな形でですね、講義を上げていますので、そういったところでですね、講義体験していただきまして、で、鑑定士興味持っていただきまして、で、じゃあ勉強始めてみようかなって、ね、思っていただいた場合には、レックとしては3つのコースですね。まずは担当だけで段階踏んでいくコース。じゃなくて、2年目の論文の勉強を前倒しで論文を見据えて勉強していく担当論文基礎コース。じゃなくても一気に令和4年度ですね、今回のタイトル、一気に令和4年度に一発合格を目指すフルコースですね。一応3つのコースがあります。担当だけ基礎付きでも一気に合格フルコース。ただ春からであるならば、働きながらであっても十分フルコースで一発合格ですね、可能性十分になりますので、ぜひですね、いずれかのコースを取っていただきまして、今鑑定業界ですね、変革期になります。次の鑑定業界担い手に今ね、視聴している皆さんがね、なっていただけたらばですね、嬉しい限りということになってきます。はい、じゃあ以上をもちまして、私のガイダンスですね、終了させていただきます。ありがとうございました。